はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、前回の続きからやっていきます。アクアマリンですね、手に入れて、まあ、本来だったらナイトハルトに、お返しするところなんですけれども、まあアクアマリンはねかなり有効なのでこのままパクっちゃいましょう。で、今回やるイベントとしてはまずはまたオービルに行って船に乗って騎士団寮に行きます。あのラファエル様がねピンチなんですって言ってた騎士の人がいたと思うんですけれども、ここにいるのかな。ちょいちょいねいろんなところに出てくるんですよ、あの騎士は。いないな。まあいないからそのまま船に乗っていきますか。まあ、その騎士団寮のねイベントを進めていこうと思います。お一人様50円、5630か。あ、いた。左下にはちょろっと見えたけど、まあ言ってることは同じなんで。アルベルトにね本当はガーラルソードあたりを買ってあげたいんだけど、まだそこまでのお金は貯まってないんで、まあ、ここで何言ってるかな。スティールソードだったらなんか500円くらいで買えたと思うから、スティールソード売ってたらスティールソードでもいいかな。売ってないね。2300円、アイアンアーマーが買えるか。まだ大丈夫かな。まあ、前もね、言った通りお金が9999円以上になるとたまらないんで、ちょっとお金の処理をしてからねダンジョンに行かなきゃもったいないんですけれども、まあ今のところは大丈夫かな。で、ラファエル様が捕らえられてると言っているんですけれども、一旦テオドールにお話を聞きに行きましょう。コンスタンツの姿は見えない。おお、グレイではないか。元気にしてるのかね。ラファエルのことでお伺いしたことが。話があれば直接本人とすればいい。あんな騎士の面汚しなど口にしたくもない。うん、なるほど、騎士の面汚しか。この前はモンスター退治して騎士に推薦できるとか言ってたのに、いきなり面汚しになっちゃいましたね。で、ラファエルはここの地下の牢屋に閉じ込められているので、ちょっとお話を聞きに行きますか。じゃあ、いたいたいた。ラファエル、グレイ、来てくれたんですか。一体どうしたんだ。コンスタンツと会っていた時突然モンスターに襲われたんです。不意をつかれたとはいえコンスタンツを守れなくて。コンスタンツはどうなったんだ。モンスターたちに連れて行かれました。確か南に向かって行ったと。僕は騎士失格だ。コンスタンツは俺が助け出すよ。ありがとう。頼りっぱなしだなこいつに。そのまま外に出たかったけどショートカットボタンは使えないね。あとオイゲンシュタットのハインリッヒにも話を聞いておきますか。ここから、ああまだ出てないね。フラーマさんにお話を聞くのか。グレイ、よく来てくれた。ラファエルに会ったかね。はい。君に会えて少し元気が出ただろう。どうしたら彼を救い出せるでしょう。コンスタンツを見つけ出すこと。彼女がただ一人の目撃者。ただモンスターどもが彼女を返してほしければディスティニーストーンを渡せと言ってきている。いくらなんでもそれはできない。ディスティニーストーン、あのおとぎ話の。あれはおとぎ話ではない。ディスティニーストーンは確かに存在し本当に力を秘めている。詳しい話はバイゼルハイムのフラーマに聞くといい。まあそんなわけで、バイゼルハイムに行きましょう。で、ディスティニーストーンはね、まあ全部で10種類だっけあって装備できるんですけれども、あの、なんていうの、バグってわけじゃないけど、まあ不具合で効果がないものがね、すげえいっぱいあるんですよ。アクアマリンは確かに炎を無効化してくれるんですけれども、他のね、ディスティニーストーンは、なんか結局何の意味もないっていうものがね結構存在してて、でここら辺宝箱はねちょいちょいあるんですけど鍵がかかって開かないと。とりあえずこの塔の上を目指していきましょう。フラーマに会いに行きます。
結構いいものが入ってたと思う、この宝箱は。でフラーマさん、ようこそバイゼルハイメ。私はフラーマ、何のご用かしら。実はね、火を売ってますね。一応見てみますか。ここだと焼き尽くすまで、売ってるんで、まあ、話を聞きに来たと。コンスタンツのこと、私が魔法で調べたところではコンスタンツが連れ去られた場所はここからさらに南の洞窟では。なぜすぐに助けに行かないんですか。私はあなたがあったが来るのを待ってました。一体何のために。あなたはサルインの復活を阻止しなければなりません。そのためにもっと力をつけ、もっと人々の信頼を勝ち取らなければなりません。そうか、それが自分の運命だったのか。人の未来を勝手に決めるなよと、まあ、ここは普通に肯定していきましょう。私はここでディスティニーストーンの一つ、火のルギーを守らねばなりません。その代わりこの塔の中のものは好きなように使って構いません。一刻も早くコンスタンツを救い出して。もう一個話があったんで、ディスティニーストーン、サルインとミルザとの戦いは実際にあった出来事です。そしてディスティニーストーンはその戦いで重要な役割を果たしたのです。終わり。それだけかい。でこれでこの塔の中のものは自由に使っていいという許可が出ましたので、宝箱を回収していきましょう。明治スタッフで、明治スタッフはなんか武器なんだけどね、なんか使い道がよくわかんない。でこれ5000円で売れるんですよ。で最終的には多分売っちゃうと思う。知力の本、もう一個あったよね、下降りたところに。無駄に広いよなこの塔。フラーマさん一人しか住んでないのに弟子とか取ってないのかな。1000円、あ、1000円手に入ったってことはお金が増えたから、まあいいや。コンスタンツを攻略してからちょっと武器とかは考えますか。この3つか。一気にポーンと外へ出たいけど、出れるかな。出れねー。歩いて戻るか。んどっちだ、こっちか。このね、塔のね裏側を通っていくっていうのがねちょっと分かりづらい。魔法屋さんは何だろう。すげえ一般人な。土の魔法か。一応見ていく。アースヒールってあるんだっけ。ああ、ある。竹、水だけだとすぐ魔法力尽きちゃうからね。どうしよっかな。土か風か。最強魔法か土って何だったっけな。風は吹雪なんだよね、攻撃魔法の。まあ、全員に何個も覚えさせらんないから、まあバーバラもう1種類くらい魔法を最終的に覚えさせていきますか。これで下にコンスタンツが出たんで、ここを攻略していきましょう。まあ、ここもモンスターだらけなんでね、ちょっと戦闘やっていきますか。これさ、なんかこっちだよみたいな矢印があるけど、これ調べらんないんだよね。まあ、矢印通りに行きますか。もうどうだったか忘れた。合ってるんだか間違ってるんだか。で一応みんなちょいちょい成長したので、まあ、グレートソードは2段切りが使えるようになって、大弓は2本打ちが使えるようになって、
まあ、シフとかもね、足払いとか技を覚えてます。やっぱ2段切りとか2段突きとかそこら辺覚えてくると結構火力が出るよね。まあ、かといって中ボスもそんな頻繁に戦うわけじゃないんであんまり使わないっちゃ使わないんですけど、ただね敵が強いんですよ、あの後の方は。普通のモンスターが、あとね技だけ使うとあの武器レベルは上がらないんで、やっぱで通常攻撃も織り交ぜていかないといけないっていうところですね。で下に降りる階段、ここは宝箱240円、いいね。169円、罠っぽいんだけど、スルーしていこう。さすがに全員は相手してらんない。ここは攻撃が 1,2,3 人入れば倒せるでしょう。てかクロディアで余裕、クロディア強いね。あれなんかこっち入れるんだ、間違えて入ってしまった。結局さ、その術の回数を増やしたいからさ、こうやって術を使っていくけどさ、いざとなった時に回復できないんだよね。そうするといやめんどくさい、しかも体型がずれている。トマホーク使おう、火薬先に使っちゃおう。クローディア素早さが上がるね、まあ、そういうキャラなのかな。1体ずつだからね。バトルアクス、バトルアクスの2つ目ってなんだろう。アイアンソードはかまいたちだったよね、テオドールが覚えてたから。でかまいたちはね1列に攻撃できるのがめっちゃ便利なんですよね。テオドールの時使ったっけ、あんま使ってない気がするけど、技の種類が増えてくるとまあ、またね、サクサク進めるのが早くなってくるんですけど、ミスったか、最近ミス少なかったのにな。何使ってきた、よくわかんない、なんか水の魔法みたいなの使ってきたけど文字が早くて分かんなかった。であそこに下に降りる階段、また宝箱があるけど、ゲラハが待ち構えている。こいつらは雑魚だしね。まだここら辺の初期敵が出てくるか、多分ねみんな一撃で葬れるとは思うんだけど、アルベルトが防御している敵に攻撃するとちょっと危ないかな。ゴブリン、グレソが入ったか、蜂の方が弱いか、後ろの一旦で殲滅できたね。大して上がらないな。であの左の階段の方を降りていけばいいんだっけな。最初もねこいつ直線したけどね、今はただの雑魚よ。全滅させられたかんね、第1話ではいきなり。200ちょいといったところかな、ヒットポイントは多分。220円の180円、まあ割と手に入ったな。どっちだ、多分下に下に降りていく感じなんだよね。あこれこのまま多分右に行けば降りれる階段だね。ってことはこのフロアをもう少し見たいんで、こいつらを倒したらちょっと探索をしますか。ミスる。力の水ちょっと
効果がよくわからんな。あんまり上がってる感はない。そして上がらない。ざっと見た感じ階段は2箇所だね。下に降りるのが、上に上がると多分最初のフロアに戻っちゃうと思うんで。あ、宝箱ある、100円。結局フロア的には1階地下1階地下2階っていう感じで、その上と下を行ったり来たりしなければ先へ進めると思うんだよね。ただ出てくるところが違うっていうだけで、とにかく下へ下へ目指していきましょう。フロアが変わるとね、また敵復活しちゃうからね、それはめんどくさい。さすがに で、この魚強え。キラーフィッシュ。水がないのにどうやって生活してるんだ。動けないよねこの体じゃ。あれでピョン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 飛び跳ねてんのかな。お、アイアンソードが上がった。右の方にはなちょっと敵が固まってたかんな。あ、バットラックスは円月山覚えたな。これも前列に攻撃できるんだったかな。前列の敵全員。ダルベルトはもう1レベル上がると多分かまいたちだね。みんな2つ目の技を覚え始めてきたところなんで、あとはハルベルトとガーナルスピアか。ガーナルスピアちょっと遅い気がするな。あんまりシフ回ってこないかんで、敵が 1,2 体だとねシフに回らず終わっちゃうんだよね。通常のステータスはね普通に上がるからいいんだけど、武器のレベルだけはどうしてもね使わないといけないんで。バーバラのね水の魔法は結局1も上がんなかったよね。1も上がらずもう使い切っちゃったんで。でそうすると結局減ったとしても魔法で回復できないっていう悪循環だよな。おお、ダークネス、画面が暗くなった。これはなんか闇の魔法の効果が上がるのかな。ライトっていうね光の魔法で逆バージョンもあるんですけど、まあはっきり言って意味ないっすね。別に普通に戦闘して終わりなんで、ただ画面が暗いっていうだけ。レベル上がってくれ。アルベルト上がった、よし。あのね魅力が上がった後にプイって動き出すとちょっと嬉しいよね。てかまた敵がいっぱいいたから、こいつぶっ倒したらちょっと排除するか。あ、かまいたち覚えてたね。ちょっと見てみる。かまいたち3回か。中盤以降のね多分ダンジョンはもうこんな感じだと思う。排除してちょっと進んでまた排除してが続くと思うんで、
まあ割と早送りとかが多くなっちゃうけど、しょうがないっすね。下に降りる階段があるね。ただまあもうちょっとここ探索しましょう。であと明治スタッフ、そう手に入れたんで、まあ、明治スタッフってどんな効果があるのっていうことなんですけど、正直俺もよくわかんないです。なんかアンデッドの敵にダメージを与えるみたいな感じで乗ってたんですけど、いまいちね振っても何も効果が出ないんですよ。で一応アンデッドいるんで、一回ハヤブサのハヤブサ明治スタッフをやってみましょう。で5000円で売れるって言ったことは、言ったってことは1万円で買えるんですね。でそこまでの価値があるかっていうとこなんだよね何にも意味ねえし。下のやつとかアンデッドじゃないの、何なの。げ死んだ。そうださっきや吹雪食らってダメージをめっちゃ蓄積してた状態だったんだ。バーバラとか魔法使えないかんね。だって明治スタッフ、明治スタッフ別に誰にやるかっていうのないからね、わからんな。ただまあ技はなんか力の水とかなんかそういう補助系の技を覚えるみたいですけど、使い込んだことはないですね。さすがにヒットポイントを回復させないとまずいな。アイアンソード上がった明治スタッフ上がんなかったし、そういえば傷薬この2つ使っちゃうか。60くらいは回復するのね。あと技もねほとんど見てないんで、そういうのも使っていきますか。はやぶさ切りからの、ボンクラッシュ。まあ技の回数は結構あるからね大丈夫でしょう。普通の攻撃よりは強い。多分まあ骨系に大ダメージを与えるものだとは思うんだけど、名前からして。であとは二段切り。影縫いは麻痺だよね、麻痺させられなかったけど。で二本打ちあって、トマホークは割と使ってる。円月弾とかはもうちょっと敵がいるときに使っていきたい。強いね、ここら辺は強いよ。終わった、弱い。あこれそうだね、多分前の階の左の方から下ってくるとここに出てくると。宝箱はなさそうなんで、もう下に降りましょう。またまたうじゃうじゃいるよな。でここの回でね最後だったと思う。また敵を排除していきますか。まあその時にちょっと構えたちとか使う機会があったら使っていきます。
ではボスっぽいやつがいますので戦っていきましょう。こいつかよ。これも一ターンで肩がつくな。なんか固定の中ボスみたいなのがほとんどいないよね。何？まだ生き残ってるか。むしろ普通の敵の方が強かったりするし。お、レベルアップした。よし。どうなんだろうな、ランクの高い敵が出てくるとかそういう設定なのかな。右にも悪魔がいたか。こいつは雑魚。ちょっと隊列は満たされてるけど、3人攻撃できれば一旦で肩がつくでしょう。よし、じゃあコンスタンツに話しかけましょう。グレー様、コンスタンツ、さあ帰ろう。淡白だ。あ、宝箱がいっぱい。お金大丈夫かな。7400、意外に溜まってきてるからね。140 260 220 280 100 300。結局いくら。いい感じだ、いい感じ。じゃあ多分右にまた脱出するところがあると思うんで、出口ですね。ちょっと敵はな、残してきたからね。こいつを倒したらまたサクッとやっちゃいます。じゃあこの上が出口になりますので、外へ出ましょう。グレイ、ありがとう。君のおかげで娘もキシナンもラファエルも救われた。私は大きな間違いを犯すところだった。名誉なきところにキシのいる、ん？キシの生きる場所はないと思っていた。だが違うのだ。キシが生き続ける場所に名誉が生まれるのだ。死して英雄になることより、生き続けて人生の重みに耐えることの方がキシとしての名誉にかなうのだ。さて、我が娘コンスタンツと騎士ラファエルがその人生の重荷を2人で分かち合いたいと言ってきた。私はそれを許そうと思う。おお、テオドール様、お父様ありがとうございます。もう一つ、グレイ殿に名誉騎士の称号を送りたいと思う。敵を倒しコンスタンツを救い出し、さらに騎士団精神をも蘇らせた功績である。意義のあるものは。意義なーし。そんな困ります。まあ当然かな。これどっちでもいいんだよね。ちょっと謙虚に行きますか。そんな困ります。ローザリア国王カール一世以来80年ぶりの名誉騎士だ。胸を張って受けてくれたまえ。動けん。別に名誉騎士になったからといってどうってわけじゃないからね。なんか褒美くれよって思う。グレイ様、グレイさんありがとう。お前何もしてないな、ラファエル。本当に名誉騎士グレイ、いい響きだ。時が来ようとしているのよ。サルインが解放される時が。引っ張る騎士が。おめでとうございます、グレイ殿。まあやはり騎士というのはそういう金とか
褒美とかってわけじゃないんだよね、名誉なんだよ名誉。まあその分金が貯まったからね、戦闘して9300円ある。ちょっと前衛の人たちの防具をもう少しいいものにしたい。アイアンアーマーがね2000円くらいで売ってたんで、それ3つ買うでしょ。もうそれでね、まあ、7000円くらい使っちゃうからね。ここに売ってたっけ、6人分の防具はねほんときつい。アイアンアーマー2300円、これ3つ、はい、はい、はいと。アイアンシールド1個持っとく、800円だし、はい。でこれでまた船乗んないといけないから1600円がなくなるんだよね。1万円が一気に飛んでいく。売ってないからね、12から18か、6上がるね。であとホークにも、ホークハードレザーアーマーだったのかよ。アイアンアーマーにしてよし。でアルベルトもなんか防御力低いな、みんなブロンズアーマーだけか。なんか安い頭とか革の帽子とか装備させてあげてもいいけど。でアイアンソードはあれどこに装備するの、盾って。防具それはそれで助かるんだけど、あ盾あるね。武器枠を使わないのはいいな。アイアンシールド持たせておこう。まあ目に見えるくらいの効力が出るかって言われたらちょっと微妙だけど、赤山に誰に装備させとこうかな。フォークにしとこう、カーノフォース装備してるわ。じゃあいいや、レベルトで防御力がないっていうのがちょっとね痛いんだけど、まあ耐性がつくからね。あと即死耐性もつくんで、それ考えると他のディスティニーストーンが役立たずなんだよな。あと効力のあるやつがなんだっけな。で騎士団領はもういいんで、オービル、ブルーエーレに行きたい。ブルーエーレに行ってちょっと迷いの森のあのオールイベントやっちゃいます。寝るたびにね、はよ来いはよ来いってうるさいんで。ブルーエーレは何が売ってたかな。ここも結構ねいいものが売ってたような気がするんだけど、パブ一応覗いてみる。誰もいない。あそっか、ヤマイか。次はヤマイやるか。せっかくバファル帝国の方まで来たんで。あガーラルソード、ガーラルアクス、ガーラル系が売ってるね。まあただこれ買うくらいだったら今のやつで十分なんだよな。ガーラルソードはただ欲しい。アイアンソードはさすがに終盤まで使えないと思うんで、ガーラルソードにして、あとはイベントで手に入る系のものを揃えていけばいいかな。アイスソードはただ3万円揃えて買いたいんで、ガーラルアームとか9999円、アイアンヘルム売ってんじゃん。高いよなここら辺も。いや無理だよ、6人分はほんと無理で。いけるかそもそもバファル帝国の。あーちょっと待って、ブルーエーレで情報を集めよう。ベール高原モンスターがいっぱいと。ベール高原はまだ行かない。ベール高原に行かないで行ける気がする。ベール高原の向こう側にゴールドマインという金山がある。ベール高原は危険だからみんなローバン周りで行くのさ。それそれそれ、おお行けるね。ベルビルへ。でベール高原も出てましたね。で迷いの森に行って、クローティアがいれば迷わず行けるんで、ここまでで、オールが寝てるんで話しましょう。オールやっと帰ってきよったか、クローディア確かにだいぶ待たせたよねわしはもう死ぬ、よく頑張った。お前の役に立つかどうかは知らんが、最後に一つ昔話をしてやろう。オールはクローディアの出生の秘密を話した。私が帝国の皇女、この先何かあったらあの大きな木に聞け。喋りすぎたわオール。クローディア、私なら大丈夫よグレー。さあ行きましょう。ということでこれでオールイベントが終わったので、じゃあ横並びになったところで
次回はじゃあ皇帝の病のイベントを進めていきたいと、思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。